はい、こんにちは、ハキオレイヴェンです。それではキングダムハーツファイナルミックス、実況プレイやっていきましょう。よし、前回とりあえずワンダーランドをクリアしたソラたち、次は、新しい世界に行くため、とりあえずバトルレベル2の、場所、確かオリンポスコロシアムかなに向かう途中ですね。行くためにはね、ちょっと一回ね、めんどくさいけど、トラバーサー行かなきゃいけないはずなんだよね、確か。違うかな、とりあえず、一回ちょっと、これね、経由しなきゃいけないからさ、また、めんどくさいんだよね、戻んなきゃいけないのさ。またちょっと長い時間ですが、地道に行きますか。よし、到着。よし、一回降りようかな、ここで。よし、一回降りて。よ、ちょっとアイテム補充したいから、なんかユフィがいる。よっ、元気？あ、そうだ、ファイヤー覚えたか、あそこ行けんのか。ちょっと待てよ、したら一回あそこにも寄ってみるか。よ、ね、で、装備、待って、そんないいのあったの？これにする絶対で。アビリティ、あーって感じ。少し、ほんと少しだな、キッチくせえな。あてよ、そして、間違えた。燃えろ。なんとなくつけたくなる。そう、あ、そのアイテム買おうか。おい、いいのあるじゃん。いやー、悩むな。ああ、終わっちゃった。なんか売れる？あ、これ売れるな。買い物。ああ、どうしようかな。お肉サイズするか。して装備、はい、お疲れさんの、少し OK、 よし、行こうか。そしたらここでファイヤーやって、イエイ。あ、暗いな。よいしょ。昔これ苦手だったんだよな。今じゃもうね、余裕でしょ。ほい、はい、おしまい。あー、早い、素晴らしい。と、マリーン、誰もいない。なんだかこういうとこってドキドキするね。おっと、
秘密の場所を思い出さない？二人で落書きしたあの洞窟覚えてない？あー、まあ近いことは覚えてるよね。そら、うん、あら、ちょっと痛い子。仕方ないね。もうこれこなんか後々からやって知ったけどね、まあこのね、なんか今のムービーもちょっとしたなんかそういう伏線、視線、うん、まあ、絡んできたからね。さて、おお来たよ。ではないでしょ。見て、魔法使いっぽいね。ほう。お。これね。大丈夫かな。王様の剣もね、昔ビデオに見てたことあるからね。まあなんだかこのシーンもね、大体わかるさ。あのドラえもんの取り寄せバッグみたいな感じで、もう家具を全部運んできたっていう。すげえよな。お。で、で、で、で。出たー、フェアリーゴッドマザーだー。ビビデバベデブーの人。あ、これでも本ないか。で、俺は行きたいのは、あれ地下に行けねえんだ。あ、なんかある。とりあえず飛んでみよう。ほい、イエイ、メガエーテル。お金だお金だ金だ金だ、ヒャッハー。あ、地下に行けないんだ。いや、魔法のレッスン。戻る。はい、そしたらじゃあ特に何もなかったから通常通り行きましょうか。いいねこれ。はい、来た来た来た。はい、到着。オリンポスコロシアム。あー、長いやっぱ。よし、行こう。もう K シリーズ解禁賞のオリンポスコロシアムですよ、まず。よし、そしたら。あー、これは一番最後のトリニティだね。お、おっとっと。ほい。おー、なんか来た。なんこれ。ほい。とこっちにも。ほい。メガポーション。あー、こっちもある。お、待てた。宝箱。ワンちゃん。重い。
の。あ、今日でよかった。ちょっと手伝ってくれ。あ、懐かしいな、フィル。そこの台座を向こうへ動かしといてくれ。大会までにここもきれいにしとかなきゃな。さっき重いと言ったこの台座を動かすと。うん、無理。あんな重いの無理だって。無理？無理だって。お前いつからそんなにか弱い男に。あれ、なんだ、人違いか。こんなとこで何をしてる。ここはヒーローだけが集う由緒あるコロシアムだぞ。ほう。今は闘技大会の準備で忙しいんだからさ。子供は帰った帰った。ドナルド身長変わんねえ。想像できるか。このコロシアムで数々のヒーローや、ドナルドよりちっちゃい大激闘を繰り広げる。ヒーローはお昼はいるぞ。そうだね、キーブレードに選ばれたヒーローだ。もちろん、バオさんも。ヒーロー？その小僧が。めっちゃ笑われとるやん。何がおかしいんだよ、俺だって戦えるさ。いや、めっちゃ笑いやん。こんなもの一つ動かせないようじゃ。いや、あんたもかい。ヒーローだと とてもだっいやダメだこれ。まあ、力が強けりゃいいってもんでもない。いいだろう、試してやる。何そうなんだよ。とりあえず、話は聞いてやるか。はいよ、やってやろうじゃないか。出た出た、これね。よし、え、これでもか。オッケー、いいね。これでもか。はい、いい。はい、オッケー。え、こ、どうだ。え、へ、へ、こ、どうだ。おい、あれ割れなかった。やばいやばい、調子こいた。危ねえ、危なかった。ちょっと調子こいちゃった。さあ、とどめだ。おい、あ、あんまり見なかった。わお、あっちにもある。燃えろ。ほら。燃えろ。やばい。燃えろ。あっちも。おらおらおら。そりゃ。よし。ないか坊主。いやこれで俺も闘技大会に。そいつはいかん。うん、なんで。答えは二言。ほう。お前たちはヒーローじゃないから。なんだ、あれ待って、今三つあったよね。ほう、あ、来た。冗談、状況なんだ。さっきのやつかな。ああ、さっきのやつだね。こ、こ、どうだ。へ、へ、これでもか。さ、へ、へや。さ、こ、いけ。さ、こ、どうだ。へ、さ、どうだ。さ。
ほい、オッケー、ほい、いいね、終わっちゃったよ。なんもねえな。あー、そっか、ここであれだ、ハデスさんだ。うん、まったく頭の固いヤンキー親父じゃないか。ほんとだぜ。いやいや、聞かなくたって君の言いたいことはわかるさ。うん、大会に出場したいんだよな。いや、顎長えな。よしよし、それじゃこれをあげよう。おう、いいのか。いいと思う、君の活躍楽しみにしてるよ。いや、顎長えな。わーい、おい、ヤギ親父、チケットもらったぞ、戦わせやがれ。あー、今すぐ。イエイ。いいね。あー、終わったな。おお、来た、クラウドさんじゃん。よっ、元ソルジャー。笑)早く戦いてーぜ。おら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 、ほい、させるか。もう終わり、勝ったな。やばい。ああ、つまんねえの、やってしまった。やばい、間違えた、ハイポーション、うわ、ここで使っちゃった。いいや、勝てばよかろうなのだ。ウー、イエーイ。あのガキが決勝の相手だ、必ず始末するんだぞ。あら、もう決勝。死者の国の神ハデスが子供を恐れるのか。悪いが、俺の契約は、それともお前の契約は大会本戦でヘラクレスの息の根を止めることだ。だが本戦に出るにはどの道あのガキと戦うんだろ。あのヤンギ親父もこう言ってる。ルール11、これはゲームだ、うん、結果を気にせずぶち当たり。よく覚えてんね。結果がどうなると気にすることはない。ほう、顎長えな。王者より陰気なやつめ。まあ、ゲームの駒としてはあれぐらいがちょうどいい。あお、嫌な声。あー、来た。グーフィー助けてー。もう無理。ここでポーション使いたくない。ほいほい、やばい。ほい、負けたくない。あ、やばい、グーフィー頼んだ。ナイス、イエーイ。
ザーコザーコ。ナイス。か、勝った。もう終わり。イエイ。あ、クラウド、このタイミングで。やばいよ。リフレンスカードないんだよ、こっち。あ、助けて。ほいほい、もう逃げる俺は。怖いから。見えない見えない。頼んだぞお前ら。来るな来い。来るな来い。愛してる。ああ、やっぱ来ないで。来るな、来い来い。負けねえかな、この野郎。あぶっ、あんま効果ないな。負けたくない。あ、そんなものか。やばい、頼んだグーフィー、君ならやれるよ。そんなものか。そんなものです。そんなものか。そんなものです。ダンダウェイ、ドナルド、なんでみんな俺置いていくんだよ。来るな来い、ほっ来い。あーはは、負けちゃった。勝てなかったか。やっぱ強えな。おう、もう終わりか。あれ、おう、クラウド、マジかよ。そうそう、もう一つルールがあった。ゲームにアクシデントはつきもの。そんなのルールじゃない。あー出た、ケロベロスだ。ハーカー、フィル、その子を連れて逃げろ。大変だ。待てよ、ちょっと装備を考えるか。あれ待って、また微妙な。グーフィーが異常に高え。あいつどうした？参ったな。一回セーブするか。
よし、ちょっと行ってみるか。怖いけど。もういいよ、やんなきゃダメなんでしょ。いいよ、じゃあ俺行ってくるから。クラウド、お前会う。あいつスタコラスに逃げた。アドバイスは二言。いや、一言やん。それ二文字やん。もうどうすんの。リフレクトカード何だって。もう乗れなかったっけ。よし、あべ、ちょっと一発でこれか。でけえな。いいね。ああ、うわー、これちょっときついな。参ったな。よし、決めた。レベル上げに行こう。数々の試練を乗り越え、ついに戻ってきた破境レイヴン。しかし、ケルベロスの凄まじい猛攻に苦戦を強いられる。ダメだからな。あ、これ逃げなきゃ、助けて。迫り来る脅威、やばいやばい、失われる仲間たち。やばい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 、あーやばい、やばい。反撃の呪いを上げる美味しい玉の正体とは。美味しい玉、美味しい玉、美味しい玉。そして、境地へ追い込まれた時、編み出された新北となる。次回、冥界獣討伐編、次も待ってるよな。ご視聴ありがとうございます。これからもいろいろな動画を投稿していくので、よろしければチャンネル登録、評価、コメントいただけるとめっちゃ嬉しいです。それでは、ハッキーもレイビンでした。またね。バイバイ。